レンジ、今日はサイドキックです。股関節周りバランス能力を高めていきます。では右足に乗せます、体重を。そしたら足を横に蹴って戻る、サイドキックを蹴っていきます。できればつま先とか膝は前を向いてる方がお尻の横に効いてきます。さあできそうだったら空中で足を止めて行います。なんか水の中で横泳ぎをしているような、そんなイメージです。つま先は外に向けて、膝とつま先が前向きで、かかとから遠くに足が伸ばせると効果的。どうですか、グラグラしてますか？30秒です。はい、反対も同じようにいきましょう。蹴って、あれ何してたか蹴って床に置きます。さあこの動きをできれば空中です。同じように、そう、意外とグラグラしますよね。足は斜め下でもいいし、頑張れる人は、おう、床に置きます。やっぱり10秒で